これはね、日本グランプリは本当に応援しないとね、やっぱり皆さんもね、これだけ頑張って、ルカ選手もやってくれましたんでね、そして明日はこれに負けずとそういうのも来ますから、そうなんですよ、これはもう本当楽しみです。お話伺って楽しみですね。そうですね。さあ、そして今ね、一生懸命マシンを押してますけども、今回車を準備してくれて、走らせてくれましたホンダのスタッフの皆さんにも、ホンダレーシングと F1 チームのスタッフの皆さんにもどうも皆さんお会いしましょう。ありがとうございます。なんかやっぱりファンの熱い応援と、そしてそれに応えようというそのドライバーと、なんかそのなんかこうね、双方のコミュニケーション、双方のコミュニケーションなんか見た気がしました ね。さあ、ちょっと苦笑いを遂げながら、やってきました。じゃあ、それではですね、ステージに改めて上がっていただいて、そして皆さんにご挨拶いただこうかな。はい、それでは改めてご紹介しましょう。ホンダレーシング F1 ドライバーのルカ・フェリーニ。楽しみかけた。私は楽しかったです。さあ、今日の走行は本当に我々興奮しましたけれども、ルカも大いに楽しんでいただけましたか。Yeah, I loved it. It was really funny, and for me it was really funny. I really hope that for all of you it was at least funny as it was for me. So, for us it's really important to, you know, take Formula One closer to the people, because without all these bands, Formula One, couldn't exist. So we thank you for the support, and we'd like to thank all of you, and we just want to give you a lot of fun and give you great emotions. まあですね、こういう場所でですね、走行すること、皆さんにとってもですね、こういう場所で F1 が走行することは、ちょっと普段が違う、自分にとってですね、ちょっと大変な体験であったけれども、F1 自身にとってもですね、F1 にとってもですね、皆さんのようなファンの皆さんに支えられなかったら、F1 も存在しないんだしないんだというところで、皆さんにも大いに楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに思います。もうイタリアのファンも F1 に熱いことでは有名ですが、どうです、日本のファンも熱いファンが多いでしょう。Yeah, I really expected, you know, great fans from Japan, because I have many Japanese friends, so I knew that, you know, the Japanese crowd is really famous to be close to the drivers, and I know that you love motorsport, at least like we love it, so I enjoy that, and I really appreciate that, so keep, you know, supporting us all the time. まあですね、僕も日本人の、ね、仲間たちもいますけども、まあ、日本の車、そして日本の車とそのイタリア人たちもですね、すごく密接に関係ありますけども、今日来ていただいたらですね、皆さんも本当に楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに思います。楽しんでいただけたというふうに希望してますけどね。はい。さあ、じゃあですね、最後になりますけれども、じゃあ日本のですね、今日たくさんの皆さん来てくれましたので、最後のメッセージを英語でも日本語でもどちらでもいいので。一言どうぞ。In Italiano I can say ciao belli, and which is like goodbye everybody in a nice way, and venite a Roma e Venezia a salutarci. Come visitare. まあ、イタリア語でですね、皆さん今日はありがとうっていう感じでですね、挨拶したいんですけども、できたらイタリアのローマでもいいですけど、ベニスでもいいです。イタリアに皆さん旅行に来てくださいと言ってます。最後は観光大使みたいな。まあでも本当にですね、気さくな、お話ですね、本当に正確で、そして笑顔が絶えない、とてもナイスガイナドライバー、今回は皆さんの前で素晴らしい走りを見せてくれました。これからも皆さん、ルカ・フェリーニ選手応援してくれるという人、拍手よろしくお願いします。
ということで、今日のですね、F1 走行はこれをもちまして終了ということになるんですけれども、さあ、改めまして、笹さん、はい、もうなんか、最高のひとときでしたね。